はい、皆さん、こんにちは。ラドビスプの阿部と申します。よろしくお願いします。前回は IP の方の、撮影の方、あとその注意点というのを2回のスライドにわたって、ちょっと長めに話しさせていただきました。今回の話に関しては、PH のケース、これはちょっと症例数は少ないんですが、今までの見識と合わせると、こういうふうなことが予想できるんじゃないかということを、一応説明させていただきます。あくまでも言っておきますが、症例数が少ないので、本当に、そうなのかということに関しては、統計データを先生方に、お願いしたいというふうに思っている次第です。ただ、今のところはこういうふうな形の方が、予想できるんじゃないかということで、今の段階で説明の方をさせていただきます。よろしくお願いします。もうこれおさらいになりますね。ラドビスプは、呼吸機能と血流機能の周期的変化分を、抽出し、その同調性の変化として動画として描出していると。周波数同調画像とか周波数同調動画としての描出ですね。この辺をやりました。ビクゼンの部分、単位ごとに、その血流だったりとか呼吸だったりとか、いろんな成分があるんですが、そこの、血流成分を合成することで、画像が見えると。で、ラジオの周波数の同調を、そのままカウントして、そのまま周波数、画像化しているというのが状態です。で、肺の動きに、心拍の動きに乗じた肺の透過性成分を、ラジオのチューニングの方法を使って非造影で見ることができるようになっています。で、見方としては、肺の、血流は、IVR とほとんど同じような状況というふうに認識してください。敗血性塞栓症の場合ですと、肺の血管の方が描出されずに、末梢のフローも、きれいに見えないと。しかも位相がずれていくということが、伺えます。で、血管構造をチェックすることと、血管構造と合わせて、血管までの、フローがどのようにされているかということを見ると。早期層の方で流れていない部位をチェックしますし、その後、後期層から流れていく部位が、ステノスじゃないかと。で、前期、後期ともに、フェーズで流れていない部分っていうのは起こるんじゃないかということが予想できると。で、その辺は心拍がとても速いので、リアルタイムの分泌じゃなくて、自分でコマ送りで評価してくださいというふうに話しました。で、今回は PH の、話ですね。PH、まずどういう位置づけなのか。肺高血圧症に対するアプローチなんですけど、非常に厄介な病気でして、難病にも指定もされていると思います。肺動脈高血圧症の場合ですと、斑状の血流欠損があったりとかして、で、肺の方には、肺野の方には特に異常はないという形で、心地とか、他の臨床症状から診断の方がされています。で、まずこちらの、出すケースなんですけど、肺血流心地の方で、まだら状の、血流低下部位が見えるので、一応、持っとるサインって言うんですか、ちょっとすみません、自分不勉強のおっしゃらないんですけど、まだら状に血栓が見えたりとかするのは知っていたんで、そういった形で、PH として矛盾しない画像だろうというふうには見られます。で、今回の、ラドビスプでの画像はこのような状況になっています。心陰影の、拡大とか、本来は血管の方では、心陰影の拡大とか、肺動脈本眼の拡大とか、小肺血管の狭小化などがあるけど、今回の画像では末梢の秒数がちょっと低いかなというふうに見えています。で、もうちょっとしっかりと見ていきましょう。で、これが1心拍を、全部こう分解して、1フレーズずつ、見ていった画像になります。このような、分布になっています。分布自体は全体的に、空気性というよりは全体的なこうフロー自体はされているんじゃないかというふうには思います。ただ、正常とやっぱり違うなというふうには感じられます。
で、これが、合わせて正常の、例なんですけど、これ参照用に、ちょっとこう、目で見とかないとわからなくなっちゃうので、肺門から、きれいな、細かい血管の方が中枢から末梢にバッと流れて、血管構造も把握できますし、その後に、風呂の方が、続いてすぐ流れていくっていうふうな形でした。で、後半の方には、風呂の方がほとんど流れないっていうのが特徴です。で、それに対して血管構造をまず見ていくと、まず血管のこの構造自体がまずいびつな状形態かなっていうふうに思われます。で、普通は末梢にかけてこう放射状にこう細い感じでこう、筆のこう細いところ、太いところが細いところにこう流れるような感じで、細かいのがいっぱい見えるんですけど、そういうふうなものではなくて、棍棒状だったりとか、こういうふうな太いのがポツッと見えて、で、末梢になるといきなり見えなくなっちゃう。そんな感じの病室です。で、分布自体は、全体的に見られるんですが、中層までは太めに見られるけど、末梢では細かい病室。で、もしくは本当はこうちっちゃいのがいっぱい出るはずなんですけど、それがあんまり描写されていないっていうのが実際のところです。で、フローの方、血管構造自体もちょっと見てみるんですけど、どうやってこう流れていくかっていうのを。で、出現がまず2フレーム、3フレーム。本当最初の中枢側の血管っていうのはもっと早く出るはずですよね。で、それが2フレーム、3フレームが出てるので、結構遅めです。正常の人が1フレームから、まあ1フレーム目、もしくはまあ場合によって2フレーム目の間ぐらいではもう出てくるのに対して、2、3フレーム目やってやっとこう出てくるといった形になります。で、中枢から末梢に普通は流れていくんですけど、なんか中間あたりからふわっと出てきて、で、肺門部分も見えたりとか、外側部分も見えるっていうような感じになって、なんかこう、一貫性がないなっていうか、流れの一貫性がないなっていうことが見えてると。で、その血管自体の病室は、出てる期間が、やや長めですし、2フレーズ目が7フレーズ目ですし、なんかこう、見え方がちょっと違うなと。いうふうに見えますね。で、この中心の方を見ていくと、やっぱりこの7フレーズ目まで長く見えてるなっていうのがこう分かると思います。やっぱりこういう間が抜けてるのがやっぱりおかしいなというふうに見えますね。で、後半の方でもちょっとこうちらつきがこういうふうな感じで、あれ普通はあんまりなかったのに、こうやったらとこういうふうなちらつきが見えるなと。で、そういうふうな血管束が若干見えてるんじゃないかというふうに思われます。で、今度、末梢側なんですけど、この、末梢側の、血管は中間があたりからまず出てって、で、そこからこう、末梢のフローがされるんですけど、ちょっとこう、分布がランダムだったりとか、ちょっと細かったりとか、あとはもう血管自体が普通はもっと細かいのがいっぱい出るんですけど、それほど見えてないという形ですね。で、出てる期間もこう2フレーズ目から7フレーズ目とかなんか長めですし、で、遅れて出てきてるようなものもちらちらと見えてる。なんか心拍の合致してないなと。でもそもそも末梢の血管のそのちらつきって全フェーズで見えてないっていうところがちょっとこうポイントになると思われました。で、細血管のフロー、まあ、要するに全体的なフローに関してなんですけど、このもやっとしたところ、若干この辺少し、こう、なんですけど、36%か45%ぐらいのこうフローとか若干はあるんですけど、まあ、ちょっとしたまだらなものがある程度はあるけど、ほんの微細なものがランダムに見えるってと。で、まあ、正直言うと、こう、フローとして、ふわっとして描写されるものがほぼ、全フローがありません。正常のやつだと赤いのがこう、血管という細い血管の間を全部埋めるようなフローが見えたのに対して、全フェーズでこう細血管というか、まあ、そういった末梢の部分でのこうふわっとこう血管の高度に追えない、こう、シグナルの部分というのが全く見えないなということがポイントになると思います。で、まあ、これを模式化すると、正常の方ですと中枢側から強い血管と、末梢血管が出て、続いて細血管のそのフローとしてのこう病室化されていくと。で、後半では何もないというような状況になります。それに対して肺血、PH の場合ですと、まずフェーズの方が遅れて、血管の病室がちょっと悪いというふうな状況がうかがえます。で、末梢の血管もやはりちょっとこう、遅れて、しかも長くなっている。
というふうな形になりますし、ちょっと中枢側とこう末梢側との連動性がそれほど感じられないなというふうな感じになります。で、さらに、全フェーズにおいて、末梢の血管がちらついて見えるという形になります。で、左気管支炎としてのフロー、としてのこの細かいシグナルに関してはもうほとんど見えていません。ですので、全フェーズで見えてないというのがポイントになると思います。で、構造、所見のまとめなんですけど、血管構造。まず、血管がまず、いびつな形態で、放射状に、太いところから細い、中ぐらいから細くなるような形じゃなくて、棍棒状であったりとか、蛇行とか、不整さが目立ちます。で、中等度ぐらいまでは太めの病室なんだけど、いきなり、真っ白で細い、細い、構造の病室。で、さらに、その細かいのがいっぱいあれば、また別なんですけど、そういったものが、病室のが悪いと。で、分布自体は全体的に見られるんだけど、中層までは太め、で、末梢では細かいという、で、その時の本数が少なく見えるということになります。で、次に血管構造のフローなんですけど、中枢側の、血管構造のフローの出現が遅めですし、中枢から末梢にこう順繰りに流れてるという形ではなくて、なんか中間のあたりからこう出てって、血管が見えたりとかして、で、肺門とか外側へのフローとしてのこう時間を伴ったシグナルの正体っていうのが、出たり出なかったり、微妙な感じ。で、出てる期間が長いですし、血管病室の方が遅れてきてたりとか、心拍のフェーズと合致してない部分もあると。で、末梢の方はもう大小あるけど、ほぼ全フレーズで見えられてるというふうな、なんか不思議な状況になると。で、ターミナルベッセル、要するにフローとしての状況に関しては、もうごくわずかなランダムの構造もあるんですけども、全フェーズでほぼ、そういうふうな末梢でのフローとしての病室が全くないというふうな形がポイントになると思います。で、それは何でかっていうふうに、ちょっと構造的にけあのこ考察すると、正常の血管ですと、太い血管で中にこう血管内腔にふるあの血液が入っているのと、収縮期だとそれがこう縮んでっていうふうなので、血管径が大きいのと、それに伴って血栓が、透過性が低いもの、収縮によって血管径がちっちゃくて、透過性が高いもの、この交互のところでこの波のような、真ん中にあるような波のようなこう上下がしっかりと見えるというのが普通だと思います。で、その血管が、で男性が、男性力、こうゴムとかの弾性力ですね、弾性力が高いと、デンシティの変化がしやすいですし、血管内腔に流入するので変化しやすいと、この2つのポイントがあると思います。で、それがですね、PH の、拡張器と、収縮器、一応左側と右側に出してるんですけど、血管やとしてほとんど、若干は変わるんですけど、ほとんど、なかなか変わりづらいというふうな構造になります。模式図になります。で、血管系内腔は、平べったくて狭小化してしまいますし、血管の内膜も、正常と比べると、増強します。で、中膜の方のこの赤いところも、筋性肥大をしますし、まず、外枠自体ももう動脈硬化によってこうとか繊維化とかによってこう硬くなってしまいます。ですので、なんていうんですか、血管径自体は、太いんですけど、内腔としての径はちっちゃいまま。で、X 線透過性は低いまま。PH の、収縮期の方だと血管径がさらにちっちゃくなってるんですけど、そこの差がそこまで大きくはないと。ですので、X 線透過性は低いままで、この変化としての波の変化はごくちっちゃなものになってしまうということになります。で、血管の弾性が低くて、周期的なデンシティの変化がしづらい。この周期的なものを見てるので、それに乗じてるその周期的な変化がこうちょっと病出されづらい。で、血管内腔の流入が少しなので変化しづらいんじゃないかということが疑います。で、同じように、ちょっとこれは正常と、PH の模式図でやると、X 線透過性、正常の人だと X 線透過性が低くて、拡張収縮期の変化がしやすい。男性による透過性の変化がしやすくて、で、その血管の、収縮自体が伝播しやすいというのに対して、X 線の透過性は低いのが、拡張器とし、正常の拡張器と同じようなものなんでしょうけど、拡張と収縮期の変化が出づらくて、男性によるこの透過性の変化が伝播しづらいということが、PH の特徴になると思います。
で、もともとこれちょっと戻るんですけど、血管のシグナルがラドウィツプに反映されるのはどういうふうなものなのかっていうのを考えると、まず血管の圧、格差がかかります。で、それによって弾性によって収縮が起きて、血管弾力性が収縮によって収縮、伸縮の方をされることによって、で、血管壁がこう上下、大小がこう生まれることによって、それがまあ、エクセの透過性の変化として描写されるので、その変化があのけあの心拍に乗じた周期的なものであれば、それがシグナルとして反映されるという形になります。で、に対して、PH の動脈硬化の時に、結局、男性により伸縮が起きづらくなりますので、動脈硬化性変化によって、伝播力が低下しますし、伸縮力が低下すると。そうすると、血管径自体には大小のこう変化がしなくなるということが、大小が弱くなるし、もともとの血管内腔は、もともと細くなってしまうので、そういったものが反映されなくなる。で、あるので、結局、大小常にがん、あの心臓は頑張ろうとして、大小常に肺動脈が高い状態になって、圧が高くなってくる。ただ、圧が高くて、ポンプとしてはこう圧力かけてるんだけど、なかなか圧格差が生まれないので、こう流入としての電波がなかなかされない。ということなので、周期的なレントゲン、XP の電子的な変化として、シグナルに、まあ、様々に反映すると。で、まず、これらによって、全体的にシグナルが下がるだろうと。で、肺動脈の空室自体が遅延だったりとか、全体的にこう空室がバラバラになってしまったりとか、中枢から末梢の血管フローとかいう形じゃなくて、位相形態になってしまいますし、末梢のとか細気管血管の病室の方が、動脈硬化、内腔が狭小化によって病室が困難になると。で、まあ、ただ、全体的な変化ですので、区域性の消失というよりは、末梢中心としては弥漫性に、見えなくなるというのが、CTEPH とか、ごめんなさい、慢性肺血栓塞栓症とかの、違いになると思います。で、ただ、圧の方がかかってくるので、中枢側の血管のところでは、棍棒状とか、枝状のこう太いものがボコッと見えたりとかするというふうな形に、反映されるんじゃないかというふうに思われます。今回の方は、この考察で、終わりにさせていただきます。で、まあ、一応これでもある程度理論的には合ってるんじゃないかとは思われるんですが、まあ、もしこういうふうな考え方があるよとか、こういうふうな形であった方がいいですよとか、考え方がいろいろあると思いますので、いろんな考察とか、説明の方、いただければと思います。今日はご清聴ありがとうございました。以上です。